さあ、あと2つ今の段階でいけるやつがあるんかな。まずはこの辺にいるカシーワに話しかけなきゃいけないんだけど、これはね、赤い月が出てる時だけなんですよね、このミッション。さっきこっち行った方がいいかな。これは普通に迷路をクリアすれば出現するというやつですね。祠がね。どうしましょう。ええか。焚き火でもして、ひたすら待つか。私の馬はどこ行った？あ、いた。雨に打たれて、かわいそうに。申し訳ねえ。待っててくれたんだね。さあ、じゃあとりあえず、カシワの元へ急ぎましょうか。赤い月がいつ来るかだよね。ひたすら焚き火をして、待つしかないんかな？近いんか。さっき馬宿行って登録だけしとこうか。どうせ赤い月すぐ来るとは限らんからね。ということで、馬宿にやってまいりました。登録します。新しい馬、丈夫さはない、ただスピードと頑張りはあると。気性は荒いですけど。はい、20ルピー、喜んで。相変わらずの馬さん3号で。あれかな、あれがカシワっぽいな。何あんな黄昏れとんねん。何勝手に黄昏れとんねん。許可制やぞ、あいつ、ほんま。
よし、登り切った。やっとだ。カシーワの日誌。イニシエの歌を求める旅の記録をここに残す。樹海スグラントのイニシエの歌。フィローネ地方の樹海スグラントには、その土地に古くから伝わる歌があるようだ。その歌の中には竜や大蛇も出てくるらしい。果たして今でも竜や大蛇などいるのだろうか。西ハイラル平原のイニシエの歌。西ハイラル平原の南側にあるジェド橋。その近くには輪の形をした無数の岩がある。あ、これさっきやったやつですね。その岩にまつわるイニシエの歌があるらしい。アラブー平野のイニシエの歌。ラネール地方の南アラブー平野には獣にまつわるイニシエの歌があるそうだ。はいはいはい。これやったね。なんだ。二個角が生えた獣に乗ればいいみたいなね。ゲルドの塔のイニシエの歌。これまだ言ってないですね。ゲルドの塔という塔に関わるイニシエの歌がある。ゲルドの塔がどこにあるのかわからなかったが、つい最近世界各地に謎の塔が出現した。おそらくゲルド地方に出現した塔がゲルドの塔だと思われる。コーラル湖のイニシエの歌。フィローネ地方のコーラル湖にある巨岩にイニシエの歌の言い伝えがあるようだ。あの辺りは激しい雷雨になることが多いらしい。調べに行くときは万全の準備をしなければ。これはまだ知らないのかな。ホロン湾のイニシエの歌。これやりましたね。ラネル地方のホロン湾には風にまつわるイニシエの歌があるようだ。ホロン湾では常に強い風が吹いているという。行く際には十分注意しなくては。北の湾のイニシエの歌。北の湾の沖に不思議な形をした岩の柱があり、それにまつわるイニシエの歌があるらしい。ちょっとあんまパッとしないな。覚えてないっていう。やったかやってないかも覚えていないという。巨万の富が隠されているのだろうか。イニシエの勇者の蓄え。へえ。ワシワの丘のイニシエの歌。そしてこのワシワの丘にも赤い月の夜にまつわるイニシエの歌がある。いつ起こるかわからない。赤い月の夜。あの短い夜の間に何が起こるのだろうか。これらが私が発見したイニシエの歌のすべてである。それらをすべて、うつしおの勇者に伝える日が来ることを願いつつ、旅を続けることにする。だそうです。無事伝えてるんじゃないですか？知らないけど。知らんけど。無事伝えてるんじゃないですか？おやすみません。耳障りでしたか？おお、あなたはよくこんなところまで登ってこられましたね。飯食ったからね。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者のイニシエの歌が伝わっているのですよ。いかがですか？この土地に伝わるイニシエの歌、お聞きになりますか？ありがとうございます。それではお聞きください。魔物生まれいでし月の、じゃあ赤い月の夜。イニシエの勇者もまた生まれいでし姿となれ、その身にて台座に立てば試練は目覚める。生まれいでし姿で赤い月の夜におればいいと。はい、ということらしいです。赤い月の夜に。で、これが双子、ここか、この双子馬宿にいるおっちゃんに話しかければ今日が赤い月かどうかをお知らせしてくれるらしいんですよ。テリーさん、テリーさん、矢をください。矢が本当にないんです。これであと19本。これで39本。どうした？テンションの上がり方がおかしい。矢を打っただけで。それでなんかおっさんがいるんかな？どの人だろう？この人かな？お、そろそろ月が出るぞ。今夜の月は？今夜は満月。今にも落ちてきそうなその豊満な丸み。これもまたいいものだ。
赤い満月の深夜0時に空が血の色に染まる。それがブラッディームーンだ。その度に魔物たちは何度も蘇り、倒しても大してもキリがない。今や誰もこの現象を不思議に思わないようだが、私は研究を諦めないつもりだ。で、今日は満月やからないか。ってことで今日はないみたいなんで、時間を潰しましょう。一旦朝まで時間潰して、再び夜まで時間を潰していくっていう感じかな。はい、朝です。おる？月の研究者いねえな。あいついねえな。いいか、夜まで飛ぶかと思ったら雨降ってる。雨止むの待とう。それか金払ってここで寝るかやな。おなや、なんだ、弟が言ったことなら忘れるんだな。ラムダの財宝って？ち、ごまかせなかったか。兄さん話してもいいんじゃないかな。僕たちでもなかなか解けない謎なんだ。こんな素人にどうせあの謎は分かりっこないよ。あの話や。しかし俺たちが狙っているのはあの 大盗賊ラムダの、財宝だ。もし見つけたら、一攫千金、一夜で大金持ちだ。そんな情報をタダで手に入れようってのは飯が良すぎるよな。さすが最強のトレジャーハンター。金の匂いは逃さない。さすが兄さんだね。100ルピー。安いな。はい、100でいいなら。若き橋渡る、若き橋かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。ラムダは宝の隠し場所を暗号にして残したって話さ。ラムダの手下たち、手下だったやつの子孫の親戚から聞いたんだ。確かなネタだぜ。そんな確かな筋の知り合いがいるなんて、兄さんはさすがだね。褒め上手。謎のやつですね。雨とかほんと勘弁してほしいわ。かかりご村の人たちの装束ってすごい技術でできてるらしくって、雨でも普通に生活しててびっくりしちゃったよ。でもあの服はシーカー族の人しか着れなくて、うちらは買えないんだよね。うん、かかりご村の位置ぐらい知ってますやん。私はそれぐらい知ってますやん。月の研究してたやつはどこや。こいつか。起こして悪いね。寝てる男を起こしてムーンって言わせるっていうね。うん。雨で見られないのだよ。話にならん。普通のベッドで昼まで寝ようか。とりあえず夜まで寝ちゃったよ。夜まで洗濯しちゃったよ。夜です。夜です。どこ、今日はどうだ。いざよい。うん、まだ違うみたいですね。テリーさんは売ってる？売ってないんかい。俺の欲しいものを売ってくれ。俺はもうずっと木の矢だけを買い続けてるぞ。テリーから。夜まで暇を潰そう。これで翌日になるかな？
翌日っぽい。こもりですけどどうでしょう。加減の月、天のまた天を狙う弓とでも言ったところか。それもまたいいものだ。まだですね。まだ赤い月は来ない。もう一夜明かすか。有明月、あのくびれたライン、それもまたいいものだ。違うんか。どのタイミングやねん。満月でもなくて、ほぼ新月でもないと。どのタイミングがブラッディームーンやねん。さあ、どうです？新月。新月でもダメか。何日沸かすんだ、俺は。三日月。三日月でも違うんか。今夜は来るぞみたいなこと言い出したら、その日は赤い月みたいですけど、まだ来んすね。リンクさん暇だなーつって、世界を救うはずやのに暇だなーつってなる。上弦の月、大地を狙う大しい弓といったところか。結局どの月もいいんやんけ。ムーンって言いながら、ムーンどの月がいいかなっつって言うてんねやろな。あ、今日雨だ。そっか、雨だからいないんだ。ってことはこいつもいないし、いないし。月は見られない。雨で見られんのか。大体の経過で分かれよ。予想しろよ。天気を予想しろよ。今日やったらショックやな。何周してもやで。何周しても未だに合わんぞ。赤い月に合わんのだが、分からんけど、ないね。飛ばしてなんとかなるもんじゃないんか。もういっか、さっきこっち行くか。ここの迷路ね。もうただの月が移動してるだけだわ。三日月になったり半月になったり、いざよいか、いざよいになったり、満月になったりとか、新月になったりとか、繰り返してるだけだもんね。多分ゲーム内時間がつ、あの、動かんと、どうにもならんさ。ってことで、マップピンを立てて、向かいましょうか。そうやってまいりました。北楼明城跡。ここをクリアすればいいはず。迷宮を踏破せしとき、何時に祝福が与えられるであろうと。踏破せししましょうよ。大長谷氏エンタですよ。
さあ、じゃあとりあえず行きましょう。こっちかな。うん、こっちだな。こっちだな。すごっぽいな。うさぎ柄の盾。気持ちってやん。特にいらないけど気持ちってやん。なこの鉄の矢、あ、じゃあ木の矢一本。あいつか。はどうしましょう。炎のやつはなんか一個欲しいよね。コルクのうちは捨てるか。オッケー。「神の大剣」もらっとくか。もらえないんか。ザルシールド。リザルブーメラン。無心の大金はどうしよう。ええか。いらんか。いらんということにしとこうか。なんや。強化リザルスピア。なんか発見。
おお、銀ルビー。ありがたい。これかな？何やってんだリンクさん。こっちだろうか。違う。こっちか。なんかあれが気になるのよね。登っていってみようか。あー、微妙に行けない。行けへんのかい。ちゃえばいいんじゃないの。そんなせこい方法わかんかな。この要領で真上から行っちゃえばいいね。そんな単純じゃないんかな。すごい複雑なルートをたどらんといけないんかな。真上からピャーっつって。無理やろな。まあとりあえず登るだけ登ってみよう。やってまいりまして、ここらは真ん中、ど真ん中ですね。ほら、宝箱が、ダイヤモンドがあるだけか。いけないか、さすがに。あれ、目ん玉ちゃん。あれを狙えば。いける。これで勝つ。よし。やつがいなくなっただけか。やつがいなくなっただけ。なんやそれ。金ルピー。お、いけるか。いや、行かれ。一向に行かれ。お、ここ、道開けてる。さっきはここ、来れなかったよね。あの、目玉倒したおかげか。これで行けるかな？いけないかな。お、これか。ようやく発見か。なこれ。やべえとこ。来たか。お、来たっぽいな。あ、やってまいりました。無事到着です。カザトッキの祠クリア。
福です。祝福されます。蛮族の腰巻き。大昔にフィロネ地方にいたと言われる戦闘部族の腰巻き。身につけたものは施された特殊な文様により闘争心が湧いて攻撃力が増加する。へえ。